今雨が降ってて夜になりそうなんですけど、自分の拠点の近くで炸裂弾の音が数発したんですよね。レイドが始まりそうな予感なんで、一応ナイトビジョン持って近づいてみようかなと思います。多分だけど様子伺って撃って、夜が深くなるのを待ってるって感じだと思う。ナイトビジョンつけました。え？ロケットレイド？炸裂弾パンパンパンはどこだったんだろう。いや、これだったら LR とか持ってった方が良かったかもっすね。まあ、とりあえずロケットの方行ってみよう。今これぐらい暗いです。けどナイトビジョンつけると明るい。まあ、タレットとか置かれてたら近づけないんですけど。やばい、寒さが。めちゃくちゃここ雪原だ。けどナイトビジョンつけながら見る雪綺麗だな。あれかな？なんか光ってる拠点がある。こんなロケットランチャーの音って遠くまで聞こえるっけ？待て、ただの風化拠点説出てきた。え？撃ってる撃ってる撃ってる。え？バレてないバレてないバレてない。どこだ？え？撃たれた。ボルワーク？カバー入った。AK どこ行った？勝負するか。うわー、くそー、負けた。ショットガン強えな。めちゃめちゃ人おるやん。3人組ぐらいか。やば、誰かが来た。偵察か？うわ、何人組だこれ。3人組か？めっちゃショートする。あれ？あそこの拠点、新しく建築されてる。うわ、いるな。さっきの奴らか？当たらないっす。当たらなさすぎる。え、絶対この拠点の人たちだろう。Hey, man, what's up? Hey, I'm the ring around. Oh, thanks. ボス機なかったんだけど、起き上がった判定になってそれ感謝されるっていうね。エアドロが落ちてるな。欲しいものって、まあ、そんなないけど、行ってみるか。わ、間に合わないな。案外遠かった。で、まあ、そこの崖上にあっためちゃめちゃでかい拠点もなくなってるし、自分の拠点もどうだろうな、抜かれちゃうのかな。まあでも、やられる前に一回ぐらいちゃんとね、ロケットランチャー使ったレイド行きたいっすね。さすがに取られ、あれ？この拠点って夜にやられたところ？あ、多分そうだ。エアドロある。まあでも多分中身抜かれてるよな。びっくりした。来て。アプライか。え、開かないんだけど。だいぶ戻されてる。エアドロの箱なかなか開かないなと思ったらサーバー落ちて戻されちゃったんすけど、あれどうなったんだろうな。もう一度同じ場所に行ってみよう。あ、エアドロある。パラシュート開いた状態なんだけど。お、梱包爆薬2枚。条件ありがたいな。消えた。この拠点一部枝強化なの。なんでだろう。壁か。結局チェストは全部開けられた感じかな。木箱全然見えないね。出てきたく。
この拠点は風化か？風化してる。ちょっと入ってるな。けどアイテム持てないんで一旦持って帰りましょう。この拠点も風化っぽいけど。まあでも裸か。抜かれてんな。え、車来た。走ってった。走行版の車かな。まあでもここは全部回収されちゃってるかな。え、入ってるわ、ちょっと。レベル3ベンチ取って。これさっき見たとこだもんな。木炭。お、石。え、鉱石74。え、木材入ってる。奪われたわけじゃなかったんだ。お。なるほど。でもなんか思ったよりは美味しくないね。避難拠点的な感じで建てたのかな。ということでアイテムとかね、分解しきって最終的に常金76、そしてまあ金属片とかも手に入りました。無事帰宅。拠点にスクラップが2000弱あるので、ワークベンチ、レベル2の技術3、石の外壁用ゲートまで下っていこうと思います。まあスクラップはねほとんどいらないんで、ここで消費しちゃいましょう。よし、早速大量の外壁をクラフトしちゃいましょう。さっき見た風化拠点を再度確かめに行こうと思ったんですけど、扉が開いてる。なんで？トラップか。びっくりした。え？なんだ？全部鍵かかってる。もうやらないって言って解放したのかな。農業拠点。叩くもの持ってないから作るかな。一回持って帰ってジャックハンマー取りに行ってもいいけど。ジャックハンマー取ってきてワークベンチで修理しながら叩いた方がいいかもな。まあ一箱だけ中身見てみよう。ここの2かけ2拠点は結構前からあるんで、まあもしかしたら何かしらいいアイテムが入ってるかもしれないですね。やめて、解放したんだ。めったに見ないぞ、そんな。なるほど、微妙だな。敵来るかもしれないけど、このまま叩こうかな。ナタの方が減り早いっすね。またまた微妙だ。ライフル弾入ってるからもしかしたらセミライとかありそうだけど。微妙。でも全部に鍵かけるってマメだな。ヒーターも設置してるし。ここは種系。鍵かかってないんだ。ラスト。で、トウモロコシだったり、カボチャだったり。ここもまだか。なるほど。基本的なヒーリングティー。こんなもんか。あんまり美味しくなかったっす。今回でこう、なんだかんだ常勤集まってくれましたね。無事帰宅。ということで、まあ、次回あたりに今回にクラフトした外壁を巻いていこうかなと思います。まあ、あと電気システムも導入したりとか、まあ、次回買えるかどうかわかんないですけど、ミニコプターもね、まあ、自分の拠点で管理したいと思うんで、購入するためにスクラップ750必要なんですけど、まあ、それもまた集めたいと思います。
で、あとまあレイドも行きたいですね。